か寝落ちしてしまった時に朝になって行動がもうこうぐるぐるに自分に巻かれてすっごい嫌な目覚めをしたことが何度もあって、それですごくなんかワイヤレスのヘッドホンが欲しいなとずっと思っていて、これを買っちゃいました。これワイヤスヘッドホンなんだけど、今って結構 Bluetooth 接続のヘッドホンがあると思うんだけど、あの Bluetooth 接続っていうのはあれは音、本来の音を圧縮して軽くしてから飛ばすから、まあ言ってみれば音をちょっと落として悪くして飛ばしやすい状態にしてから飛ばすんですよ。だからちょっと Bluetooth 以外であのなんか普通に音質のいいやつないかなとか思って探してたらこれがあったんで、これほら音質劣化のない非圧縮ワイヤレス転送、それ電池式でちょっと評価もすごく良かったので、でこれなんだけど電池はこの送信側にまず同じく単4電池が2本、入れたら簡単なんだよね。これ例えばステレオミニ対応だから、携帯のスマホだったらこういうとこに挿すじゃん。挿してこっち側の電源ボタンを入れてからこっち側を入れる、そっともつながったから、例えばそうだな、
ちょっと欲しがりすぎでしょ。いくらなんでも、でもあのさんの美は僕が。10時間持つみたいだね。電池でも単4電池4本使うから、それ40時間っていうと結構コストは高いのかもしれないけど、まあでも音にこだわるならいいんじゃないかなと思います。すると